どうですか、重いですか。重いです。どれぐらい重い。1トン。ねえ、西矢選手、あのおめでとうございます。あのね、あの先輩がいい点数取った時クソッとか言ってましたけどどういう気持ちだったんですか。覚えてないです。あ、そもうその時覚えてスーッとクソッって言っちゃったんだ。多分そうだと思います。ナチュラルね。まあ、ほらなんか実況で13歳真夏の大冒険って言われてたでしょ。あれもちろん現場では分からないですもんね。後で見てどう思いました。なんかいいなって思いました。いいなと思った。どの辺がいいですか。全部です。そうだよね、あんまりそうだね。表情もできないしね。そうね、ナチュラルな、ね、方ですから非常に。あら、え、澤部の娘さんもスケボーやってる。これそうなんですよ。じゃあもう食い付けだったじゃないの。これ7歳と5歳の娘がいるんですけど、スケボーをやってましたよ、うん、一昨年ぐらいから。で、僕が教えてるんですけど、もうちょっと前向けよって俺が教えてるんですけど、どうすればメダル取れるかなと思って。取れますかね、うちの。ちょっと教えてもらえますか。ちょっと一番ダメなパターンかもしれないです。何が澤部さんはスケボーできるんですか。いや、やんないです。俺乗れるわけないじゃん、俺は。あ、それはちょっとダメなタイプ。やってるやつがガチャガチャ言うのが良くないです。誰に教わってたんですか、そのちっちゃい頃は。僕はお父さんに教えてもらってたんですけど。お父さん、はい、スケボーまあできてたんですごいまだ良かったんですけど、まあ、もしスケボーできてないで教えてもらってたら、ちょっとそれでガツガツ言われたらちょっとうざいなと思います。澤部家が言うなよって。澤部家の教育すべて間違ってたんですね。ただね、あの VTR にもありましたけど、はいはい、相当堀米選手怪我の多い競技ですよね。本当、うん。これですね。痛いでしょ。もう。いや、当たり前ですか、怪我なんていうのは。いや、まあ当たり前ではないんですけど、うん、まあなんか。その決めた時がやっぱすごい嬉しいんで、はい、まあ、その決められることをすごいイメージしてずっとやってる感じです。いや、まあ本番はねしょうがないにしても、練習の時は防具つけたりとか。確かに、うん、なんかできません。あー、でも防具つけるとなんか結構動きづらくなっちゃったりとかして、はい、あんまりつけないですね。つけないんですか。はい、いやー、怖い。西矢選手も結構ああやって転ぶ、バンバン痛い。転びます。転びますか。え、防具つけない。つけないです。そういうもんなんですね。じゃあ結構みんなつけないのか。つける人はつけると思う。まあ、そりゃそうだよね。どっちかだもんね。結構大きい怪我したことありますか。折っちゃったりとか。一回もないです。あ、まだないですか。まだ若いからね。隣り合わせの競技ですけど、はい、野中選手、ね、はいはい、お怪我されての出場でしたけども、オリンピックだからこそこう乗り越えられたっていう感じですか。そうですね、まあ、1年に4回骨折されてる方がいるんでそれに比べたら、はい、まあ、骨折までではないんで、まあ、痛み止めを飲んで本番は、うん、もう本番はじゃあもう痛いって感じじゃなかったんですか。ありました。痛み止めを強いのも飲んでたんですけど、やっぱりどうしても1ヶ月前での怪我だったので治ってなくて、痛みを感じながらもう無視してやってましたね。見てて相当痛そうでしたね。ね、競技中とか。はい、もう痛と思いながら行って出してましたね。そうなんですか。はい、まあ、じゃあもう痛みなかったら金ですね。そうです、間違いないです。さあ、川口さん、なんか、はい、せっかくですからね、こんな想像すごい方がいらっしゃってますけども、なんか質問ありました。じゃあ野中選手いいですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あの表彰式で3人でこう肩を並べてこう抱き合っているようなシーンがすごい印象的だったんですけど、うん、金メダルのこう選手にこう肩うずめるような仕草あったと思うんですけど、ここはどういった関係性なんですか。いや、もうこの、まあ、3人では本当に昔からずっとあのワールドカップとかでもあのずっと戦ってる選手たちで、まあ、本当にクライミングって対人競技ではないので、うん、対人ではなくて壁との戦いなので、あんまりそのライバルではあるんですけど、
あんまりこの選手が強いからどうとかっていうのはなくて、もう本当あの1位今回優勝した選手もずっともう何の大会も出たら優勝ぐらい強い選手で、本当にやっぱりプレッシャーとかも感じてるでしょうし、やっぱりこう選手一人一人がいろんな思いがあるのを分かってたので、もう最後あの3人で表彰台に乗れた時に本当いろんな思いが込み上げてきて、頑張ったねっていう讃え合った感じですかね。まあ、対人の、ね、スポーツじゃないですからね。西矢選手もね、対人のスポーツじゃないけどクソって言ってたよね。人に言ってましたよ。まあ最後は讃え合ったもんね。そうね。仲良しだから。あのさらに伊沢さんが、あの水谷選手と伊藤選手のプレーに釘付けだったというふうに聞いたんですが、さっきのあの VTR でもありましたけど。伊藤選手が中国ビビってるよみたいな言ってたじゃないですか。 はい、あれ聞いた時水谷選手正直どう感じてたんですか。同じこと思ってました。そうですね、あの決勝で戦った、はい、キョキン選手とは僕リオのオリンピックの決勝でもやっていて、はい、でその時0勝13敗ぐらいで初めて勝ったんですよ。すで今回も決勝戦のミックスダブルスの相手は0勝4敗で勝ったことなくて、はい、多分前回のことを思い出してこいつトラウマじゃないかなと思って、でもなんかこうプレーも消極的で、はい、あこれはいけるなと思ってたんですけど、そしたら伊藤選手も同じこと思ってて、はい、まあ、彼を攻め立てようっていうのが2人で一致しました。なるほど、いい関係性なんですけど、うん、張本選手にとって水谷選手どんな存在ですか。そうですね、ずっと合宿の時から引っ張ってくださって、本当にお兄さんのようなお父さんのような存在です。お兄さんでもあったお父さんとお父さん、だいぶ違う。結構年開きがそんな開いてるのかな。水谷選手それ聞いていかがですか。いや本当にあの普段は本当に生意気なんですけど、テレビの前だとすごいいいこと言ってくれて、対応が結構難しいんですよね。そうか、もうさらに卓球平野選手、はいはい、ね、リオで、ね、悔しい思いもされたって VTR にありましたけど、ここでオリンピックに出場されて改めていかがでしたか。はい、リオではリザーブで行かせていただいてもらって、とても東京オリンピックに絶対出たいなっていう気持ちがあったので、はい、うん、今回プレーできてとても幸せでした。ずっと笑顔でした。メダルですからね。さあそしてさらに気になるところ、はい、女子バスケのホーバス監督有田さんもハマ、はい、ってます。あね、敬語だけどすげえ怒るみたいな。いやもう本当に、ね、面白い監督さんでしたけども、はい、どんな方なんですか。いやあの正直鬼怖くて本当に怖いんですか。怖いですよ。いやでもな、丁寧な言葉だから。いやそうなんですけど、丁寧でもこんな眉間にしわ寄せて何やってるんですかって言うんですよ。ビビりすぎちゃって自分本当に。もうシュート入っても怒られる時とかあるんで、わかんない。もうアーチがないシュートをスリーポイントシュートを打って入っても自分はめっちゃ嬉しいと思ったんですけど、何そのシュートミラクルって言われて、ミラクル見えないんだ。そうか、ミラクルで喜んでくれないですね。めちゃくちゃホーバス漫談仕上がってますよ。いやこれは関連は食っていきますからね。ホーバス監督は も, う、はい、もちろんですけど本当にすごい人で、あ日本バスケ、そうです、現役時代日本リーグで4年連続得点を取ってね、うん、後に NBA でもプレーして、で奥様は日本人の方でね、そうなんです。だから日本人、日本語もこれもめちゃくちゃ堪能で、はい、本当にすごい方なんですよね、はい、でスリーポイントの名手だったから、そうそうなんですよ。だから本人もね、そうアーチが低いと 入ってもミラクルって言われる。だから厳しい、中層に厳しいというね。まあでも本当に愛情があって、最後はやっぱりそういう愛情に触れてちょっとみんな涙という感じ。確かに、ね、抱き合ってましたもんね、はい。そして見事にこの女子バスケ銀メダル獲得されましたが、はい、町田選手のアシストの記録素晴らしいものでしたが、エブリン選手から見てその町田選手の凄さというのは何ですか。いや本当にもう自分がどこ走ってても、はい、まあ、自分だけじゃないですけどどのチームメートが走ってても目が合うんですよ町田選手と。だからあやばいこれ目切らしたらパス来ちゃうっていうこのなんていうんですか、もうドキドキさこっちが。だから本当にもういろんなところ視野が広くて、もうパスの名手だなって思いますね。はい、三部さんご覧になってていかがでしたか。いやめちゃくちゃすごいんですよ本当に。視野が広いって目やってドキドキするっていう、本当に我々で言うとさんまさんの番組でだからこっち見てますからね。見てますから本当にパッていきなり振ってくるみたいな。なるほど。サンババスケ界の本当に明石さんのはありますね。目そらしちゃいけないですから。目そらしちゃいけない。そういうことなんですけれどもいかがですか。いやそうですね、嬉しいですけど、やっぱり自分のプレーはみんなあってのプレーなので、やっぱ本当みんなに感謝してます。謙虚じゃないですか。素晴らしい銀メダルでした、はい、では続いてこのコーナーに参りましょう、はいはい、真相レジェンド。